赤花は赤花か赤花属の多年草。茎には量がなく円柱型で、高さは15から90センチメートルになり、短い繊毛が生え、上部で多くの枝を分ける。葉は上部の葉を除いて体勢し、短い葉兵があるか、無柄でしばしば茎を抱き、葉心は長さにから6センチメートル、幅0.7から3センチメートルの卵型から、卵状皮脂型で、 先端は、どんがたか鋭形。基部は広いくさび型からやや心形で、円に荒い巨子がある。茎と葉は、光子色になることがある。花期は7から9月。花は、茎上部の溶液から耕生する。花の基部に細長くつく花柄状のものは、後に果実になる脂肪で、専門がつく。学編は4個あり、列編は、 長さ4から6.5ミリメートルの皮心型で外面に、線毛が蜜につく。花は、泡紅白色から紅色で、計約8ミリメートル。花弁は4個あり、東卵型で先端が2列する。湯髄は8個あり、そのうち4個が長い。滴髄の中等は、コンボ状。果実は4両形の細長い果てで、長さ3から8センチメートルになり、短い線毛があり。 先端から劣開する。種子は長さ1.5から1.8ミ、mm、リメートルの長大円型で赤葛色の冠動状の長い毛がつき、風によって飛ばされる。日本では北海道、本州、四国、九州に分布し、山徳や野原の水湿地に生育する。世界では朝鮮半島、中国大陸、カラフと千島列島に分布する。和名の赤花は、 赤花のいで、夏以降に形容が高子色になることによる。種小名のピリコロフェムは赤色の種毛があるの意味。ありがとうございます。